はい、望月凛です。今回は金髪アフロに赤メガネがトレードマークの精神科医井上智介先生が書かれた、この会社無理と思いながら辞められないあなたへを解説していきます。この本は一言で言うと仕事の辞め方について教えてくれる本だ。仕事の辞め方か、俺もそのうち今の職場辞めて転職したいなって思ってるんですけど、現実には難しいかなって半分諦めてました。うむ、実際に仕事を辞めるとなると生活の不安だったり、辞めることで職場に迷惑がかかるという心理だったり、様々な葛藤があってなかなか難しいという人は多い。そうなんですよね。結局我慢して続けるしかないのかなって思ってます。まあ待て、精神的に無理をして我慢を続けた結果大きな心の傷を負ってしまう人というのは意外と多い。実際会社を辞めるという判断が遅れたことによってうつや精神的な疾患を患ってしまった人を著者はたくさん見てきたそうだ。ねえ、それは避けたいですね。でもどうしたら。安心しろ、本書では著者が診療の現場で患者さんに伝えている会社を辞める不安や葛藤を解消する実践的な心構えや方法について分かりやすく解説されている。今回の授業を受ければそんな心構えを知り退職への不安を和らげることができるだろう。それでは早速授業を開始する。心して刮目せよ。よろしくお願いします。一つ目は会社の辞め時を自覚するだな。会社を辞めようかなと悩んでいる人は多いと思うが、中でも気をつけなければならないのが、辞めた方がいいことは分かっているけど辞められないと思っている人だ。俺もそうかもしれません。パワハラとか低賃金とかで結局このまま続けてもきついだけだし、転職した方がいいんだろうなとは思ってるんですが。辞められない理由は人によって、勇気がないから、周りに引き止められる、収入が途切れると困る、転職先があるかもわからないなど様々だろう。だがその理由のどれをとっても自分の心や体より大切なものはないはずだ。確かにその通りですね。仕事というのはあくまで健康で幸せな生活を送るための手段の一つだ。世の中にはたくさんの選択肢があるのに今の仕事しかないと思い込んでいないか。著者曰く、もし辞めた方がいいと分かった上で仕事を続けているのであれば、すでに心や体が限界に近づいている可能性が高い。え、そうなのか。実は俺もこの前、職場の近くまで来たら自分の意思とは関係なく急に涙が出てきたことがあるんですけど。それは危険サインだ。心や体がこれ以上今の状態を続けるとやばいと言っているんだ。こういうサインが出た時に何より大切なのはそろそろ会社の辞め時というのを自覚することだ。そして一日も早く会社を辞めるための行動を起こす必要がある。俺も会社の辞め時ってことか。次は、勝手に出る涙は危険サインだな。お前もさっき言っていたが、辛いとか悲しいとかじゃないのに勝手に涙が出てくることがある。はい。あまり知られていないが、これは強烈なストレスを受けた状態が長く続くと起こる症状なんだ。そうなんですか。精神的に不安定になり、心の防衛本能が働いた結果と考えられている。泣くということには大きく3つの効果がある。1つ目は心のモヤモヤを浄化させるカタルシス効果だ。カタルシス効果？要は喜怒哀楽や不安、悩みなどを涙と一緒に洗い流し、泣き止む頃には気分がすっきりするという効果だ。ああ、そういえば泣き止んだ後ってなんかすっきりしますよね。そして次に副交感神経が優位になるという効果だ。交感神経優位の状態は言ってみれば精神的にアクセルを踏んでいる状態だが、副交感神経優位になるとブレーキを踏んだ状態になり、リラックスした気持ちになる。なるほど。そして最後に周囲の助けを呼ぶという効果がある。涙には周りの人を引きつけ、大丈夫かな、何かあったのかなと助けたい気持ちにさせる力がある。確かに。こんな風に泣くこと自体はむしろ精神的にメリットもあり推奨したいところだが、泣きたくもないのに涙が出るというのは心と体の限界を知らせる危険サインだ。すでにそこまで来てしまっている人はすぐ誰かに相談したり、退職を視野に入れて行動するのをおすすめするぞ。次は、辞めたら迷惑とは思わなくていいだな。仕事中に相談したいことができても忙しいのに話しかけたら迷惑かなと遠慮してしまったり、自分が休んだら他のメンバーにしわ寄せが行くかもという罪悪感から休めないという人は少なくない。それめっちゃわかります。
さらにはこの会社無理と分かっているのに、辞めたら会社やみんなに迷惑がかかるかもと考えてしまい辞められない。そうやって真面目で優しい人ほど周りへの迷惑を気にかけすぎて自分を苦しめてしまうものなんだ。この周りへの迷惑を気にしてしまう背景には、子供の頃に親や学校の先生などから人に迷惑をかけてはいけませんと言い聞かされて育ったことが関係している。なるほど。人に迷惑をかけてはいけないというのは、人に頼ってはいけないとイコールだ。この価値観に縛られていると、人への頼り方がわからなくなってしまう。まず理解すべきなのは、人はお互い迷惑をかけ合って生きているということだ。そうやって迷惑をかけ合うのが当然だからこそ、困った時に助けを求めたり、お互いを支え合うことができる。だから会社に悪いから辞められないと思う必要はない。そしてお前一人が辞めたからといって会社は潰れないが、お前が無理を続けたらお前自身は潰れてしまう。そうか。会社に対しては自分の代わりなんていくらでもいるでしょうくらいに思っておくのが正解だ。わかりました。次はお医者さんに悩みを相談してみるだな。仕事上での悩みや不平不満など、モヤモヤした思いを一人で抱え込むのは良くない。吐き出さないままずっと我慢し続けていると、そのストレスが体の不調やメンタルの崩れへとつながってしまうからな。でもリンさん、仕事の愚痴が言えるような相手がいないんですよ。うん、身近に相談できる人がいなかったり、周りの人には言いにくかったり、言いたくないという場合は、心療内科や精神科で精神科医や心理カウンセラーに向かって吐き出すという手もある。あ、でも別に具体的にどこが悪いとか病気ってわけじゃないのに、病院に行くのはちょっと抵抗があるんですが。安心しろ。心療内科や精神科というのは、一回ただ話を聞いてもらうだけというくらいの気持ちで行っても全然構わない。吐き出すだけで楽になるというのは本当のことだ。そうやって話してスッキリという感覚がわかると、身近な人にも簡単に愚痴れるようになったりもする。そういうものなんですか。ああ、もし会社に産業医がいるようなら産業医に相談するのもおすすめだ。産業医は職場事情や組織の特性などにも詳しく、状況に応じて具体的な解決方法を示してくれたり、働きかけてくれることも期待できるので、うまく活用するといいぞ。産業医か。うちの会社にもいたような気がするので、今度相談してみようかな。それがいいな。次は休むために主治医を利用するだな。心身ともに危険サインが出てしまうような職場で、上司に休職したいですとか辞めたいですというのはとても難しいだろう。ですね。なんて言われるか考えただけでも胃がキリキリします。そういう時は迷わず主治医のせいにするといい。どういうことですか。うん、まずは産業医に相談するか病院に行く。そうすると医者は状況にもよるが、休職を進めることが多い。そうしたら会社に提出する診断書をもらうんだが、診断書は郵送で送っても大丈夫だから、わざわざ直接届けに行く必要もない。そうなのか。それから1、調子が悪くて心療内科に行ったらドクターストップがかかったこと。2、診断書は明日から適用されるので出社せず郵送させてもらうことを電話で伝えるんだ。ふむふむ。その際に会社からの連絡窓口は一本貸してもらって、かつメールか郵送で電話連絡はやめてほしいということも伝えておくといいだろう。確かに、いろんな人から電話かかってくると嫌ですもんね。でも言いにくいな。もしそれを伝えるのが苦痛なら、診断書の中にその指示を記載してもらえるよう主治医に相談するのもいいだろう。なるほど。その方法なら会社の人と顔を合わせなくていいですね。次は納得してもらえる退職理由を作るだな。ここではなるべく会社と揉めずに表面上の円満退職を目指す方法を伝授しよう。お願いします。まず退職理由を作るポイントは、この理由なら会社としてはどうすることもできないと思わせられるかどうかだ。すでに休職中であれば、回復の見込みがないので退職しますと正直に言うのもありだろう。しかし今まで普通に働いてきたのであれば、今更労働条件が悪いとかパワハラに耐えられないとか正直に言ってしまうと、関係が悪くなることは避けられない。まあそうですよね。そこで退職の理由としておすすめなのは、親の介護や実家の手伝い、女性なら結婚などの会社がどうしようもできない家庭の事情だ。え、でもうちの親ピンピンしてるんですけど。うん、もちろんこれらの理由は作り話で構わない。誰もそれを追求できる人などいないからな。そうか。嘘をつくのは気が進まないという人もいるかもしれないが、正直に話して会社から嫌がらせをされる可能性があるのなら、それは避けるべきだ。
一般的に退職の話をしてから約1ヶ月から3ヶ月は会社に通うことになる。その間嫌味を言われたりそういう態度を取られたりすると精神がすり減ってしまう。正直それはきついですね。だからこそ私は会社に不満があるわけじゃないけど周りの人の都合でやむなく辞めるんですというスタンスで行くべきなんだ。なるほど、嘘も方便ってやつですね。次は退職日を心の中で決めておくだな。退職理由を考えた後は退職日を決める。退職日を決めることは大切なポイントで、これをちゃんと決めないまま退職の意思を伝えた場合、会社の都合でズルズルと退職日を延ばされる可能性がある。ちょっとそれは嫌ですね。またあまり早期に退職日を公表してしまうと周りから不要な攻撃を受けることもある。だからこそそっと心の中で決めておいて、就業規則に合わせたタイミングで退職届を提出するんだ。なるほど。心の中で決めておく退職日の目安は早くても3ヶ月以上先がおすすめだ。ふむふむ。いざ退職日を心の中で決めてしまうと気持ちが楽になるはずだ。この先ずっとこの仕事を続けないといけないのかと思いながら働くのと、来年のこの時期はもうこの仕事はやらなくていい、今年で最後だという感じで終わりが見えた状態で働くのとでは全然違うからな。確かに、あと3ヶ月とか分かってたら無理なく頑張れそうな気がします。ああ、ポイントは退職で揉める揉めないというのは結局人間関係ということだ。退職届を出す時にギスギスすると最終出勤日まで嫌な空気を引きずることになるからな。会社に不満があったとしてもそこは大人の対応をすることが自身の身を守ることにつながる。確かに、どうせあと数ヶ月の関係なら最後に揉めたくないですしね。最後は最終的には労働基準監督署を頼るだな。ここまで退職の仕方を解説してきたが、中にはどうしても会社が怖くて辞めたいと言い出せない、退職届を出したのに受理されない、退職届を出してからひどい嫌がらせを受けるようになったという人もいる。それは辛すぎますね。そういう場合、円満退社はもちろん無理だが、思い切って会社に行かないという方法もある。え、会社に行かなくても大丈夫なんですか？ああ、退職届を内容証明で郵送して2週間は有給や欠勤で休んでしまえばもう会社に行かなくてもいい。そうなのか。そしてそれでも会社がごねるようなら迷わず労働基準監督署を頼ればいい。労働基準監督署と聞くとハードルが高いと感じる人もいるかもしれないが、実際は市役所とかに行く程度の感覚で利用できるし、スタッフも丁寧に相談に乗ってくれる。また料金はかかるものの、弁護士や退職代行業者に相談するのも有効だ。なるほどな。世の中にはとんでもなく悪条件な環境の職場もあるし、話が通じない経営者も少なくない。もしパワハラやサービス残業など会社の環境のせいで辞めなければならないようであれば、法律を破っているのは会社の方だ。これ以上自分の心と体をすり減らすことはしなくていい。いっそのこと他の人に任せてしまうというのも選択肢にあるということを覚えておいてくれ。そうか、他の人を頼っていいんですね。ちょっと安心しました。まとめだな。会社の辞め時を自覚する。勝手に出る涙は危険サイン。辞めたら迷惑とは思わなくていい。お医者さんに悩みを相談してみる。休むために主治医を利用する。納得してもらえる退職理由を作る。退職日を心の中で決めておく。最終的には労働基準監督署を頼るだな。いやー、今日の授業めちゃくちゃ助かりました。それは良かった。今すぐ辞めるかどうかは別として、今後いざ辞めようかなってなった時のためにとても勉強になりました。ふむ、世の中に心身を壊してまで続けないといけない仕事なんてないからな。ほんとその通りですよね。毎日仕事に追われてそんなことすらわからなくなってた気がします。ふむ、本書では今日紹介した以外にも退職で悩んでいる人に向けた実践的なアドバイスが詳細に書かれている。今すぐ辞めるわけじゃない人でも一読の価値があるぞ。俺も読んでみます。それでは今日の授業は終わりだ。ありがとうございました。